さんいける？いや俺めちゃめちゃ得意ですよ。もう本当いっちゃって、はい、これ負けないよ。いきます。ぺこぱのバズりナイト。各界隈で話題のナンバーワンをゲストとして招き、ナンバーワンたるゆえんを売れる秘訣3か条から探っていくトーク番組。今回のナンバーワンは、私は歌舞伎隊のナンバーワンです。おアイドル界の新星、歌舞伎隊からあるナンバーワンが登場。彼女たちの奮闘する姿に、もうここまで頑張ってくれるんだな、ちょっとポイントを入れようって思っちゃった。ファンを虜にするとっておきの方法を公開。さらに苦手なものを克服するための企画では、水ある、思わず涙する場面も。今時ここまでやらせる仕事がすごい。さらにあの外国人芸人と激辛対決も。そこじゃないんだよ激辛は。間違えたの呼ぶやつ。今回のゲストはアイドルグループ歌舞伎隊の皆さんです。お願いします。今回のゲスト、歌舞伎隊が所属する歌舞伎もの DJ とは、昨年3月に武道館公演、サマーソニックなど大型フェスにも出演するバンドユニット、紳士とどろく劇場のごとくを筆頭に、ライトノベルの世界観がコンセプトの10人組アイドルグループ、転戦転生少女。1年経たずにサマーソニック2023へ出演したパニックモンスターインワンダーランドなど、ライブアイドルシーンで異彩を放つ個性的な数多くのグループが所属。その特徴は、いろんな各アイドルさんが早朝ライブを毎月開催したり、早朝6時いや富士山からライブハウスのある池袋まで100キロマラソンをしたりと、超ストイックなアイドル事務所。そんな事務所に所属するのが研究生グループ歌舞伎隊です。研究生なんです。そんな研究生ももちろんストイック。月間20本以上、年間200本以上のライブ。歌舞伎隊です。それよろしくお願いします。よろしくお願いします。礼儀にも厳しいなど、歌舞伎隊も先輩同様超ハード。そんな歌舞伎隊のファンも、過去とどれば色々なアイドルさん見させてもらってたんですけれども、やっぱりなんて言うんでしょう、泥臭さというか、もうアイドルさん、スタッフさん、そしてオタク、みんなそれぞれが一体となって上に向かって進んでるっていうのがすごい。選ばれた方、どのグループもみんながそのグループが一つになって、なんか上に上がろう上がろうっていう気持ちがすごい伝わってくるのと、お前が一番、お前が一番、うるさいなぁ。何かやってくれたんだろうけど、やってくれたんだよ多分。ファンの熱量マックスのアイドル事務所でアイドル研究生の歌舞伎隊。そんな歌舞伎隊からイベントを通じて厳選した3人が登場。イベントナンバーワン、ミラ。イベントナンバーツー、アイノ。そして番組が気になって入れた特別枠がリマ。今回はこの3人がゲストとしてバズりナイトに参加します。はい、あすごいじゃない。で、皆さん今研究生ってこと、はい、グループに属してないってこと、はい、そうです、まだ。あ、こっかどこ行くか分かんねえんだ。どこ行くかは、じゃあいきなりタイとか行っちゃったタイのアイドルやってくださいとか。ストイックだからあるかもしれない。あるからね。じゃあちょっとミラさんのプロフィールがあるみたいなので見てみましょう。こちらです。いいですか。大阪府出身、うん、あ、歌舞伎隊最高メンバー。はい、そうなんだ。一応、はい、え、でアイドル歴6ヶ月。はい、どういうこと。6ヶ月
つ？あの研究生なので、うん、昇格とかがあって、うん、あの上の先輩は抜けていくので今はサイコさん。あ、そういうことか、はい、サイコさんそういうことか。グループ内では犬キャラなの？あ、犬ですね。え、犬キャラってのは尻尾とか入ってるってこと？ああ、耳だけ。耳だけ。甘えん坊だったりとか、そういう人懐っこいとか、そういうキャラクターってことかな。じゃあよくなんか走ってるから元気な感じのね。アイドルを目指した理由が、もともと大のアイドルオタク、おっしゃ AKB の渡辺真由さん。おー、真由ゆ、はい、人生でやりたいことがなくなるアイドルを目指すしかないと考え、事務所のオーディションを受け合格と、はい、それまで何やってたの？あのピザ屋で店長してます。面白経歴あるじゃない。ピザ屋で店長してたの？はい。もう飽きて、まあ、やりたいこと人生でないのでアイドルになりました。確かに大体のアイドルピザ屋でね働いたら大体アイドルやりたくなるもんね。だいぶ異色の経歴だと思う。それにしても靴汚いね。いや、そうなんだよ。1位でさ、センターにいんのにね、タイヤ蹴ってたん、ずっとずっとタイヤ蹴りまくってて黒あとソックスもちょっとソックスのちょっと黒ずみも気になるな。クタクタじゃないこれ。クタクタやな。半年間ずっとこれよ。そうか、それファンとしてはたまんないね。変えてでしょ。一回も変えてない？変えてません。わーい、じゃあメルカリで売ってください。そんなストイックなアイドル歌舞伎隊ミラは一体何のナンバーワンなのか。ミラさんは何のナンバーワンなのでしょうか？お、私は歌舞伎隊のライブ配信ナンバーワンです。出た、ライブ配信。ミラちゃんが今回ナンバーワンを獲得したのが、歌舞伎隊14名によって争われたライブ配信。どれぐらい？ナンバーワンで言うと95万ポイントです。95万ポイント結構すごいよね。だってこれ1ポイント1円とかじゃん。あ、そうです。すごっ。でも2位のアイヌちゃんも94万ほぼほぼ多いっす。ほぼ僅差やね。すごいな。すごいじゃん2人。どれぐらいの期間やったの？10日間やってました。10日間。どうでしたかその10日間振り返って。過酷でした。あの、しんどかった。まあでも楽しかったんですけど、うん、あのグループ内で戦うってことはなかったんで、まあね、仲間でもありライバルでもあり敵でもあるってことだよね。でもめちゃめちゃ悔しいです。あ、悔しい。そっか、あと1日あればとか、そういう感じだったかな。あと数時間あれば。あ、すごいな。ミラちゃん言われてる、数時間で逆転できたって。そうかもしれない。いや、ミラちゃんも数時間あればまたパーンって言ってたかもしれないからね。で、リマちゃんは？リマちゃん24万。大変だった、やっぱり10日間。はい、私これ出演してる歌舞伎隊の中でダントツで新人なんです。はい、あ、この目今いる私当時入って2週間とかで出てます。じゃあまだアイドル始めてもそんな経ってないってこと？はい。あ、そうなんだ。一番新人です。すごい。そんな激戦の末、ライブ配信ナンバーワンに輝いた歌舞伎隊ミラ、一体どのようにしてナンバーワンをつかみ取ったのか。大丈夫？これと入れたくなってるもん。このドキドキか。なるほど。もう泣いちゃってるじゃん、もう。もう思わず涙。そこには決死の覚悟で挑んだ企画が。今回ミラちゃんのナンバーワンになるための参加賞には一体どんなことがあるのか。ライブ配信でナンバーワンになるための参加賞、一つ目はこちらです。お、ドルオタが見たい企画をやる。お、これどういうことですか？あ、もともと私がもう7年オタクをやってたんで、はいはい、オタク目線からしてアイドルにどんなことやってほしいかみたいなのを考えて、うん、自分がやってほしいことをいっぱいやってました。あ、それは例えばどんなこと？苦手なことを克服したり、うん、私勉強とかが苦手なんで、うん、勉強の問題をファンの方に出してもらって、うん、答えれたらポイントをもらえて、うん、間違えたら罰ゲーム。え、面白いじゃん。結構企画力として面白い ね。はい、元店長なんで。そうか、はい、もう自分がファンとして見た時にこういうのやってほしいなっていうのを考えてやったんだ。そうです。鎌倉、幕府を開いた人は誰？豊臣秀吉とか。はい、ポイントあげません。ダメでーす。渋谷らバカ店長じゃん。そういうのやったんだ。でもファンは喜ぶね。喜ぶかもしれない。そういうコミュニケーション取れるし。ちなみにどんな苦手なことをやって克服したんですか？苦手な食べ物がマヨネーズとか、コーヒーとか嫌いなんで、それを食べて、うん、まあ、みんな苦しい姿を
ファンも結構見たがり屋さんなんで、それでも頑張ってやったんだ。頑張りました。でもこれからね、やっぱどんどんテレビとか出てったらそういうのをやんなきゃいけないからね、大変だね。じゃあ今でもそういうの頑張ってやってくれる人って貴重かもしれない。そうだね、なかなかね、時代的にあんまね、無理やりとかあれだけどね、痛いもん、本当はそんなぶっ払って ね、それで実際やったらポイントも入ってきたんや。入ってきました。そうということで、今回はそんなミラちゃんが苦手なマヨネーズをご用意。どんな表情がファンの心をつかんだのか、ぺこぱに見せていただきます。え、ちなみにどれぐらい嫌いなの？バッて食べたらキラキラ出るぐらい。マジめっちゃ嫌いやん。見れるんだ今日。見れない見れない。そういうことやな。キラキラ見れる。これでポイント稼いだんやん。それが、はい、あのキラキラ袋来た。なんかあった時のためのキラキラ袋。初めの声またすぐ言える、いやもう、はい、いいですか。じゃあお願いしていいですか。はい。大丈夫。いやガチでちょっと。どんぐらい。大丈夫マジで。俺怖い怖い。ポイント入れたくなってるもん。このドキドキか。なるほど。まあ、結構来たよ。大丈夫。いける。結構多いよ。じゃあミナちゃんお願いします。どうぞ。せーの。やばかったら。もういいよ。うわぁ、もうやばかったらもう。あーあーやばかったらいいよ。やばかったらあるよ。私はいい。私も無理やったよ。あー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 カメラの、カメラに。やばいやばい、ほんまに。あーいや、出していいよ、出していいよ。出し、出し、出し。もう無理やったら無理、出していいよ、出していいよ。大丈夫、生放送じゃないから全然いろいろできるから大丈夫よ、加工も。はい。水、水だけ、水飲んでる。水、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 水。うわー、もう一回、もう一回マヨネーズ、もう一回マヨネーズ。これは応援できるわ。いや、頑張った頑張った、すごい。口にあんだけの量を入れてやったのすごいし、なんか本当に無理なのがリアルに伝わってきた。いや、本当に。で、なんかここまで頑張ってくれるんだな、ちょっとポイントを入れようって思っちゃった。そう。ね、もうちょっと もう泣いちゃってるじゃん、もう。もういいのよ。テレビではね、ガンガン泣いた方がポイントアップできるから。そして今時ここまでやらせる仕事もすごいよ。すごいね。ナンバーワンですよ、何でもやらせるっていう。さあということで、歌舞伎隊の皆さん、ライブ配信でナンバーワンになるための参加条、2つ目はこちらでございます。隙間時間を利用、はい、これどういうことですか。あ、これはですね、長時間、まあ、24時間つけることもできるんですけど、始めたら通知が行くんですよ、あのファンの方に通知が行くんで、長時間やってたらあの通知行かないんですけど、あ、そうですか。そう、つけた瞬間は通知が行くんで、ダラダラやるよりもちょびちょび切った方が、なるほどね、いっぱい来る。それは何、自分がファンやってた時からもやっぱそうだった、やっぱり時間を奪われるっていうのはあるんだ。10日間やっぱ見なきゃって思うんですよ。推してたら、推しが頑張ってるから俺も見なきゃみたいな。だからちょっとずつこまめに。だいたいどれぐらいなの時間は。あ、でも1時間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 、でもまあそれでも1時間でもいいよね、すごいよね、とかでした。みなちゃん、なんかコンビニでも行ってきたの今。ずっとお袋持ってきた。それね、コンビニでも行ってきた。あんなに頑張ったのにカットさせな、お前。やばい、編集点作るな、お前。じゃちょっと回収しましょうか。いいよね。だからよ、視聴者プレゼントとさせて。欲しい人はいるだろうね。で、先はこちらまで。どっちなの？どっちなの？雑だな。この辺ざっくりじゃないか。ちなみにイベント中一番忙しかった時のスケジュールがこちらです。どうぞ。なんかこれ帯名字かな。配信ご飯なんと。みたいな。呪いのやつだよな、これ。どっから何時からやるか、まあ、何時からなんだろう、一日の始まり、始まりどこよ。朝起きたところへ行こうか。朝はですね、6時に起きてるんだよね。6時に起きてます、ね、すぐ配信。朝6時、はい、それってだってメイクとかどうしてる。朝はもうすっぴんでやるか、ラジオがあるのでラジオで声だけやるかにしてました。それでそれちゃんと1時間やるんだ。この時は多分30分か、30分、30分から1時間、あ、でも朝からライブ、はい、午前中、早っ。9時半からライブやってんの、はい、準備超大変じゃん。ほいで夕方が写真撮影とエゴサ、はい、うん、今日載せるのとかストックを自撮りを貯めるのと、うんうん、あのエゴサ、エゴサもや、ちゃんとやるんや。めっちゃやります。あー、そう。でもやらない人もいるけどやるんだ。もういっぱい毎日毎秒見てます。毎秒見て、ファンの人の反応とか、反応とかライブハウスの名前を検索して今日来る人いるかなとか。あー、なるほどね、はいはい、
そういろんなワードで検索かけんだ。はい。うわー、すごいな。これで夕方が？これは先輩のライブ見学って書いてます。あの単独にゲストで出演してくださった先輩のライブを見学してから自分たちの番を出ました。なるほどね。それまた反省会して、はい、で9時ぐらいに帰って、はい、ほんでまた夜配信して、はい、高校&配信でまた12時からも配信ってなってるけど、はい、多分区切ってんのあそこは。これは夜と深夜で多分区切って配信してる。ああ、そういうことか。犬見るって何？犬見る？ちょっとあのエゴサしすぎて疲れちゃうんで犬めっちゃ見て癒されて30分後にまた配信企画。自分も犬になって。あ、そうそうそう。我に戻って。そうです。あ、そうです。犬に戻って。犬に戻って。寝る。寝る。遅いね、寝るのも。すごいね。こんな中で配信しとるんや。はい。どんだけ芸人忙しくてもここまでやってる人なかなかいないんじゃない？寝る1時間。この時とかは1時間とか。マジで1、2時間でした。俺らなんて爆睡してるよ。本当寝なと思う。体動かないもんね。松陰寺さんにこのスケジュールやったら6時に起きるじゃん、うん、ね13時にはもう帰りたいって言ってるよ。強くは否定できないけど。俺最近もう10時くらいに寝て朝目覚ましだけで5時半とか起きてるからさ。早い。おじいちゃん。それ考えたらすごいわ。でもさ、こういうスケジュールとかがあってさ、うん、こうライブ配信とかやってたけど、うん、なんでそこまでしてこう1位になりたかったってのはあったの？テレビに出たくて。おお。なんかお母さんとかお父さんとかで、うん、テレビに出たよって言ったらなんか今も応援してはくれてるんですけど、うん、もっと認めてもらえるかなとか、あとは初めは、まあ、テレビに出れたら1位でも2位でもとか思ってたんですけど、うん、まあ、ファンの方がもう1位になってほしいみたいな。そう。じゃあミラはもっと頑張ろうかなと思って。ご両親をちょっと納得させるためにも、ね、ライブ配信だけじゃなくてしっかりテレビに出たんですっていう結果をね見せたかったのは分かるんだけど、はい、何故そんなじゃあ靴汚いんだよってなっちゃうから。せっかくテレビに出れたのお母さんたちがね。モザイクでちょっと。そんなミラちゃんにはテレビ出演した際どうしても披露したかったという特技が。早口言葉です。え、ちょっと待って、もうスタジオ来て何時間か喋ってるけどめちゃめちゃ苦手そうやな。ちょっとゆっくりね、ちょっと話すのが特徴なのかなって思ったけど。できんの？できます。早口言葉結構むずいよ。せーの、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。うーん、やばーい、やばい。比べる人がいないから分かんないです。じゃあ、いける？待って、また瞬間。せっかく2位なんだから。みなちゃんやっぱうまかったから。ですよね。私も負けないよっていうアピールしてた方がいいんじゃない？生麦、生米、生卵。はい、じゃあ行きます、はい、せーの、ナオメ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 。やばいな。いやでもすごいってことだよ。すごいですよ。じゃあ言っと、言っとこうよ。やっぱり、うん、私多分歌舞伎隊で一番滑舌が悪いで多分有名。あ、そうか。いいよ、言っとこない。言っとこう、うん、はい、行きます。はい、生麦生米な…ダメだ。ダメかもしれない。後ろ二人が絶望的すぎる。本当に神々なんですよね。すごい、すごいな。やっぱりすごい得意なんやな、ほんまに。得意です。松陰寺さんいける？いや俺めちゃめちゃ得意ですよ。もう本当言っちゃって、これ負けないよね。いただきます。生麦生米生卵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 。そして何？いや言ってよ。いや歌みたいに歌ってたから。違います、ごめんなさい。キャラが強かったから。ちょっと皆さんと思考が違いました ね。上回らないで。ミラちゃんのミラちゃんの回なのよ。いやそう分かってんだけど、聞いた時にあ、上回れるなって思っちゃった。あ、最悪。はい、そしてナンバー2の愛乃ちゃんにも実はとっておきのアピールポイントが。激辛が大得意です。あ、今ね、激辛食べる番組たくさんありますから。え、すごいじゃ ん、 いけるん。本当に強かったらもう番組とかガンガン呼ばれるんじゃないですか。激辛だったら誰にも負けない。絶対負けないです。なるほど。さあ、ということで、ね、我慢すれば誰でも食べれちゃうんじゃないかっていうふうに思う人もいると思ったので、はい、今回はね、番組が用意した激辛大得意なインド人と戦っていく。激辛大得意インド人、カモン。いや、よろしくお願いします。はい、強そう。あ、インド人だったっけ自分。俺の記憶が正しければお前トルコ人だろ。全然違う。誰ですかちょっと、うん、あ、藤見のレモン水のデミルと申します。デミルだそうです。
今日激辛を食べるためだけに来てくれたんだ。このために。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。得意なんか辛いのは。あ、めちゃくちゃ得意ですよ。本当本当に頑張って。まあ、せっかく来てくれたから、じゃあちょっと2人で一緒に食べてもらいましょうか。2人に食べてもらうのはご存知、蒙古タンメン中本の激辛カップ麺。果たして愛乃ちゃんはデミルを打ち負かせるのか。